おはようございます。020です。今回はあまり運転しない私がコインパーキングの罠に引っかかったので、その怒りとその罠についてご紹介したいと思います。簡単に駐車場に表示している料金を信じてはいけません。看板を見る限りお得そうな料金ですが、きちんと案内看板を見ないと大変なことになります。調べてみると私だけではありませんでした。最大料金をめぐるトラブルが多発し、消費者センターへの相談が多いそうで、消費者庁はコインパーキングの料金表示について注意喚起していて、中には想定金額の10倍を請求されたという相談もあり、駐車する前に分かりにくい場合は業者に確認してほしいと呼びかけています。また正月期間は1日の最大料金の適用除外となる注意書きを見落とし、2日で5000円と想定していましたが5万円だったという。特に24時間最大〇〇円、1日最大〇〇円という看板のコインパーキングを利用し高額な請求を受けたという相談が目立つようで、ここでよくある相談例を紹介します。24時間最大料金と大きく提示していますが、その条件は最初の24時間しか適用されず、利用者が数千円と想定していた駐車料金が数万円を請求されるといったトラブルが多発。しかもパーキング側にクレームを入れた利用者が得体の知れない恐ろしいグループに囲まれるという怖い事態が起きていたことも発覚しました。ここでコインパーキングの看板を見てください。赤い部分に24時間最大1000円と書いています。これを見たほとんどの人はそれなら3日間止めたら3000円と。しかし本当は8600円になり、よーく見ると下に小さく最大料金の適用は入庫後1回限りですと書いています。つまり最初の1日目は1000円ですが、2日目は通常料金の昼間30分100円、夜60分100円が適用され3800円、3日目も同じ3800円、合計で8600円になります。きちんと見ない方が悪いと言えばそこで終わってしまいますが、なんか騙された気持ちになり一気にテンションが下がってしまいました。そしてやはり皆さんが間違ってしまう一番の原因は分かりにくくする表示方法で、こちらは当日1日最大700円を大きく表示し、最大料金の適用は1回のみは黒文字で小さく書かれているため見落としがちです。しかも看板の裏に書かれているような探さないとわからないほどの悪徳駐車場もあります。しかもこれだけでは終わりません。無人であるのをいいことにお釣りの出ない精算機を使いお釣りまでむしり取ってくるがめつーい駐車場も存在します。私が今ご紹介したようにコインパーキングには巧妙な罠が仕組まれています。このようなトラブル増加を受け、消費生活センターでは事前によく確認を行うことや、トラブルになった場合は最寄りの消費生活センターへ相談することを呼びかけています。そして駐車場によって料金の表示の仕方が様々あることもトラブルの原因と考え、統一的な表示にするように消費者庁に訴えています。数時間利用する場合はいいですが、日をまたぎ長時間駐車する際には十分に確認をしてから利用しましょう。コメント欄よりご感想お待ちしております。また明日。